八木秀次。彼の発明したヤギアンテナの原理は、レーダーやテレビアンテナをはじめ、現在でも、あらゆる通信技術に応用されている世紀の大発明でした。1928年にニューヨークで開催された世界的な学会において、この画期的な発明は、驚きと称賛をもって迎えられました。しかし、この世紀の大発明を、当時の日本の学会はほとんど評価しないばかりか、ほぼ無視しました。このことが、その後勃発した太平洋戦争において、英米の高性能レーダーに日本軍が苦しめられることにつながっていくのです。そして、あろうことか、あの恐ろしい兵器にも。今回は、八木秀次博士と、彼が発明したヤギアンテナの数奇な運命についてご紹介していきたいと思います。皆さんこんにちは。こんにちは。司会のキズナあかりです。番組レギュラーの佐藤ささらです。同じくレギュラーのことの葉あかねやで。歴史散歩人物編、今回はヤギ秀次博士をご紹介します。この人はどういう人なん？ヤギ博士はヤギアンテナという世界的大発明をした人です。世界的な発明ってすごいね。ヤギアンテナってどんなアンテナなの？この魚の骨のようなアンテナがヤギアンテナです。昔のテレビアンテナみたいなやつかな？確かにヤギアンテナは一昔前までテレビアンテナとして世界的によく使われていました。じゃあアナログ放送用のアンテナってことかしらね。今は地デジ放送だから見かけないのかな？いえ、地デジでも普通に受信するときはアンテナが必要です。その場合、現在でもヤギアンテナが使われることが多いみたいです。ほんなら、なんで見かけへんの？あ、わかった。最近集合住宅ではケーブルテレビ会社を通してテレビもネットも見てるからでしょ。そう言うたら、パラボラアンテナも前ほど見かけなくなったわ。衛星放送もケーブルテレビ経由で見てるもん。そうです。それが、テレビアンテナやパラボラアンテナを見かけなくなった理由です。まあ、現在、テレビアンテナとしてヤギアンテナを見かけなくなったのは事実ですが、現在でも原理はあらゆる通信機器に活用されており、ヤギアンテナ自体の開発も続けられています。それになんといっても、無線やレーダー開発、テレビの普及など、通信分野の飛躍的な発展に貢献した世紀の大発明だったんです。へえ、すごい発明だね。ほな、どうして数奇な運命なの？確かに、そこが知りたい。ということで、この後いよいよ、八木秀次とヤギアンテナの数奇な運命についてお話ししていきます。1886年、明治19年1月28日、八木秀次は大阪北浜で両替商の三男として生まれました。1903年に大阪府第一中学校、現在の大阪府立北野高校を首席で卒業。すでに父親は亡くなっていましたが、19歳年上の兄に経済的援助を受けながら、1906年には東京帝国大学工科大学電気工学科、現在の東京大学工学部に入学しました。ちなみに、卒業時の成績は33名中5番でした。いかにも頭良さそうな人って感じ。ほんまにそやわ。ヤギ博士がアンテナとか通信に興味を持ち始めたのはいつ頃からな？それには彼が高校生の時に起こった日露戦争が関係しています。戦争？はい、実はこの戦争で日本軍が当時最先端技術だった無線を積極的に活用したことが勝利の一因となったのです。なるほど、このことがきっかけで無線に興味を持つようになったということだね。ほんで、卒業者はった後は？卒業後、彼は仙台高等工業学校の講師に就任しましたが、推薦されてヨーロッパ留学のチャンスを得ました。そして、ドイツに留学。1913年、大正2年、留学先のドイツのドレスデン工業大学では、電気振動の世界的権威である G.H. バルクハウゼン教授の下で研究に励みます。その後も、順調に留学生活を続けていましたが、1914年7月、第一次世界大戦が勃発。戦火は欧州全土に拡大します。えらいこっちゃ。逃げなきゃ危険だよね。そこで彼は戦火が及んでいないイギリスのロンドン大学に留学しました。無事でよかった。
ほんと。そのロンドン大学では、フレミングの法則を考案した J.A. フレミング教授に指示しました。フレミングの法則ね、学校で習ったけど詳しいことは忘れちゃった。フレミングの左手の法則やったっけ？私もほぼ覚えとらんけど。申し訳ございません。フレミングの左手の法則、右手の法則についての説明は時間の都合上割愛させていただきます。了解。それでええよ。話を八木博士に戻しますが、その後渡米し、ハーバード大学に留学、数学者のピアス教授の下で研究を続けます。こうして1916年、大正5年6月、八木博士は帰国の途につきますが、この欧米での留学経験が彼のその後の研究に大きな影響を与えます。そして帰国後、1919年、大正8年に留学前に講師として赴任していた仙台高等工業学校が東北帝国大学に昇格したことから工学部の教授となりました。ここで学生に指導しながら電波通信の研究に励みます。そしてある日、実験中に偶然不思議な現象を観測します。どんな現象？それは送信機と受信アンテナの間に障害物があるとき、異常な強い電波を受信するという現象でした。この現象に注目した八木博士は、助手の宇田慎太郎氏に現象に関する研究を行わせます。そしてこの研究で、アンテナに障害物となる棒を設置することで、特定の電波を増幅して受信できることを発見します。また、アンテナに設置する棒の長さによって、受信したい電波を特定して受信できることも発見しました。そしてこれは、世界を変える画期的な発見でした。へぇー。どんな風に画期的な？実は当時のアンテナは特定の電波だけを選んで受信することはできず、全方向から飛んでくる電波を全て等しく受信することしかできませんでした。つまり余計な電波まで拾ってしまうってこと？そうなんです。それに対してヤギアンテナは特定の方向から飛んでくる特定の電波だけを増幅して受信することができるのです。原理を簡単に説明しますと、まずイラストをご覧ください。ヤギアンテナは導波器、放射器、反射器という3つの構造から成り立ちます。まず、矢印の方向から飛んできた電波を導波器が受け取ります。アンテナに取り付けられている魚の骨のような金属棒を1本通過するごとに電波が増幅されていきます。導波器の金属棒が多いほど電波が強くなっていきます。そして、その増幅された電波を放射器が受信します。また、放射器をすり抜けてしまった電波を、反射器が文字通り反射して放射器に送ります。さらに、導波器に取り付けられている棒の長さを変えることで、特定の周波数の電波だけを抽出して受信できるのです。このヤギアンテナのように、一方向からの電波のみを受け取るアンテナのことを、指向性アンテナと呼びます。これに対して、すべての電波を等しく受け取るアンテナのことを無指向性アンテナと言います。以上がヤギアンテナの簡単な解説でしたが、ご理解いただけましたでしょうか？まあ、だいたいわかったわ。大方、理解できたと思うよ。じゃあ、続けますね。1926年、大正15年、この研究結果を八木秀次氏と助手の宇田慎太郎氏の連名論文として発表しました。このことから日本ではヤギ・ウダアンテナと呼ばれることの方が多いようです。しかしこの後、国内外で特許を申請する際に諸事情からヤギ博士単独名義で申請したため、海外ではヤギアンテナと呼ばれるようになりました。へえ、そうなんだ。ただしこの動画では構成の都合上、ヤギアンテナという名称を使わせていただきます。あしからずご了承ください。いろいろと事情があるんやね。それでそれからどうなったの？それからこの後、1928年、昭和3年、八木博士は、アメリカの学会で講演し、ニューヨークやワシントンをはじめ全米各地にセンセーションを巻き起こしました。この時、世界の科学者たちから、今日はヤギショックデーだと絶賛を受けたといいます。全米でこんなに大絶賛なら日本では大騒ぎで迎えられるでしょうね。これは大騒ぎやろね。世界の科学者がヤギショックデーっていうぐらいやから、日本でもお祭り騒ぎで迎えるんとちゃう？ところが日本の学会からはほぼ無視されました。なんで？ちょっとわけわかんない。それどころかこれ以後も東北帝大から発表される電気通信に関する論文に対して
日本の学会は並行し、東北帝大は論文提出をしばらく遠慮してくれなどと迷惑そうに言ってくる有様でした。なんでこんなに冷たい態度なの？これじゃ全くこの発明の重要性を理解してないみたいじゃないの。そうなんです、理解してなかったんです。というより当時の日本の学会にこの発明を理解できる人がほとんどいなかったんです。当時は発電、送電、電動機など大電力を扱う供電と呼ばれる分野がもてはやされており、電気通信などの弱電と言われる分野は軽視される傾向がありました。それに加えて日本人が世界に先駆けるような重要な発明をするはずがないという思い込みもあったと言われています。ここまで来ると呆れるな。本当呆れるというか残念すぎるって感じだけど、この後どうなったの？実はこの後ヤギ博士とヤギアンテナに過酷な運命が降りかかります。歴史散歩。時代が大正から昭和に変わってもヤギアンテナに対する国内の評価は相変わらず低いままでした。実際太平洋戦争が始まる昭和16年までにヤギアンテナが使用されたのは山形県酒田市と飛島の無線通信と新潟県新潟市と佐渡の無線通信に使われただけでした。そしてついに昭和16年に出されたヤギアンテナの特許延長願いについて商工省特許局は、重要な発明とは認めがたいので特許権延長の許可はできない。うわ、最悪やこいつら。ほんと最悪だね。ところで欧米での特許はどうなったか知りたいな。はい、先に述べた通り海外においては大変に評価が高く、大正15年にイギリスのマルコーニ社とアメリカの RCA 社にヤギアンテナの特許権が譲渡され、その譲渡益はヤギ研究所の研究資金に充てられました。それは良かったわ。そして1941年昭和16年12月8日、日本軍が真珠湾を奇襲し太平洋戦争が始まりました。開戦当初日本軍はハワイの米太平洋艦隊に大打撃を与えただけでなく、東南アジアの全域を占領するなど破竹の勢いで進撃を続けました。そして開戦から2ヶ月が過ぎた1942年2月15日、難攻不落と言われていたシンガポール要塞を陥落させました。シンガポールに入城した日本軍でしたが、チャンギ監獄の屋上で鉄骨と銅線で作られた大きなアンテナのようなものを発見します。これはイギリス軍のレーダーでした。またイギリス軍が重要資料を焼却したゴミの中から焼け残ったレーダーの原理や操作方法を書き留めたノートを発見しました。そしてそのノートの所有者がニューマンというイギリス軍伍長のノートであるらしいことが分かりました。このニューマン伍長のノートには何度も YAGI という文字が出てきました。ヤギアンテナのことね。そうなんです、もちろんこれはヤギアンテナのことなんです。しかし日本軍は YAGI をヤギと読むのかヤジと読むのかすらも分かりませんでした。そこからかい。そこで東京の品川捕虜収容所に収監されていたニューマン伍長を探し出し尋問することにしました。 YAGI とはどのようなものか教えろ。それはヤギと読むのだ。ヤギ？ヤギとは何か。ヤギはそれを開発した日本人の名前だ。え？日本人？ああそうだ、日本人なのにヤギも知らないのか。そりゃあんな言葉も出るわ、なんで知らんねんちゅう話やで。だいぶ呆れてたでしょうね。ほんと呆れてただろうし不思議だったでしょうね。そやけどさすがにこれでヤギアンテナの重要性が理解されたやろ。まさにその通り、ヤギ博士とヤギアンテナに対する評価は180度変わりました。そしてヤギ博士は長野宇佐美海軍軍令部総長直々の推薦で技術院総裁に就任しました。総裁就任にあたってヤギ博士は立ち遅れていた日本の化学兵器開発の遅れを取り戻すことを期待されていました。そもそも日本はレーダーを開発してたん？まず日本のレーダーに関する技術ですが、大戦前の1930年代には世界的にも相当なレベルに達していました。へえ、そうなんだ。はい、特にレーダーの重要な技術であるヤギアンテナと分割陽極マグネトロンという2つの技術を日本人科学者が1920年代に開発に成功していましたから、ある意味では英米よりも有利な立場にあったわけです。なんなのそのなんちゃらマグネトロンっていう健康器具みたいなもんは。確かに新しい言葉が出てきたね。分割陽極マグネトロンです。分割陽極マグネトロン、
はい、そうです。まず、分割陽極マグネトロンについて説明する前に、レーダーの基本原理を簡単にご説明します。レーダーは、遠くにある物体を探知するための装置で、まずマイクロ波と呼ばれる波長の短い電波を、探知したい方向に向けて発射します。発射されたマイクロ波が何かに反射して帰ってくることによって、その方向に物体があることがわかると同時に、発射から帰ってくるまでの時間によって、その物体までの距離を知ることができます。なるほど、原理は理解したわ。はよ、なんちゃらマグネトロンについて教えて。その、なんちゃらではなく、分割陽極マグネトロンについて説明しますと、まず、分割陽極マグネトロンとは、岡部金次郎が世界に先駆けて開発した、マイクロ波を安定的に発生させる装置です。マイクロ波は、レーダーから探知したい方向に発射する電波だったわよね。はい。この1927年に岡部博士が開発した分割陽極マグネトロンによって安定して効率よくマイクロ波を発生させることが可能となり、現在でもレーダーなどの電波機器や電子レンジなどに使われています。電子レンジにも使われてるのか、まさに歴史的な発明やな。電子レンジも日本人の発明？いいえ、1945年にアメリカのレーダー技師バーシー・スペンサーによって発明されました。ここまでの話から日本のレーダー開発が遅れる要素って見当たらんな。そうなんです。実際に1930年代後半には、日本陸軍で対空警戒レーダーの開発が開始され、1939年2月には、陸軍科学研究所と日本電機日本無線からなる軍民合同研究チームが、レーダー受信実験に成功しています。日本のレーダーに分割陽極マグネトロンは利用されてたの？はい。ヤギアンテナの時と違って、こちらはレーダーに利用されていました。しかしこの時開発されたレーダー、超短波警戒機構は、離れた2カ所に設置されたレーダー間で、超短波、つまりマイクロ波の送受信を行い、その間を敵機が通ることによる電波の変化を音声化して探知するドップラーレーダーと呼ばれるものでした。そこで陸軍は、ドイツでの視察をもとに、1941年からより高性能なレーダー技術であるパルスレーダーの開発を進め、1943年には超短波警戒機を完成させました。そしてアメリカによる無差別絨毯爆撃が始まる前年の1944年には、ついに日本列島全域にレーダー警戒網を構築しました。1944年、昭和19年6月15日の B-29 による本土初空襲では、当時日本領だった韓国最終島に配備されていた超短波警戒機が、接近中の B-29 をまず探知し、北九州上空での防空部隊による揚撃に威力を発揮しました。この活躍により、超短波警戒機を運用した最終島の警戒隊長は、防空戦で B-29 を撃墜した戦闘機のパイロットと共に、東条首相から表彰されています。この後も米軍は何度も中国大陸側から日本本土爆撃を行いますが、陸軍が構築したレーダー警戒網とスクランブル発進による迎撃で、ほとんど成果を上げることができなかっただけでなく、高価な B-29 の損害も看過できないレベルで、早々に大陸からの日本空襲を断念しています。陸軍が開発したアンテナに、ヤギアンテナの技術は取り入れられてたの？開戦後は、英米のレーダーの露覚によって、ヤギアンテナの重要性が理解されたにもかかわらず、陸軍のレーダーに、ヤギアンテナの技術は終戦まで採用されませんでした。どうして？これは、陸軍の開発したレーダーのほとんどが巨大な鉄塔上で高出力な電波を発生させるため、ヤギアンテナを利用しなくてもある程度の探知能力があったためだと思われます。実際パルスレーダーの超短波警戒機は最高で300キロ先までの探知能力がありました。じゃあ海軍はどうだったの？実はその海軍が問題でした。どう問題だったの？また無視してたとか？いえ、海軍でも1936年昭和11年に海軍技術研究所が敵艦に反射して帰ってくる電波を利用して敵艦までの距離と方向を捉える研究を海軍上層部に提案しました。敵艦に反射して帰ってくる電波を利用して敵艦までの距離と方向を捉える研究、レーダーの説明としてこんなにわかりやすい表現はないわ。この提案に対して海軍電気研究部長の向山仁海軍造兵中将は、敵を前にして自分から電波を出すなど、闇夜に提灯を灯して自分の位置を敵に教えるようなものだ。そんな兵器は奇襲を伝統とする日本海軍の戦法になじまない。と、提案をあっさり一蹴しました。かなり誤解してるわね。この後海軍のレーダー開発はどうなったの？この4年後の1940年に、イギリス本土がドイツ空軍2500機の来襲を受けた、いわゆるバトルオブブリテンの戦いで、
イギリス軍のレーダーがドイツ空軍発見に大活躍したことを知って、海軍上層部もやっと重い腰を上げ開発を始めましたが、実際に開発が本格化したのは、シンガポールでイギリス軍のレーダーを露覚した1942年からでした。ちなみに、レーダー装置の呼び方について、陸軍と海軍の名称には違いがあります。レーダーのことを、陸軍では電波探知機と呼びますが、海軍では電波探信機と呼びます。陸軍と海軍で微妙に呼び方が違うね。レーダーを共同開発してなかったの？多少の情報共有はあったと思いますが、基本的に陸軍と海軍は別々に開発を進めていました。それどころか、陸軍と海軍は全てにおいて常に競争状態でした。戦争が始まってからも？はい、むしろ戦争が始まってからひどくなりました。もう、負ける要素しかないわね。でも、八木博士が内閣技術院総裁になったって言ってたじゃない？技術院が中心となって官民学が結束したレーダー開発は行われなかったの？おそらく、技術院にそのような権限はなかったと思われます。一応、時代の流れで作ったという程度で、現代のデジタル庁のような存在だったかもしれません。まあ、デジタル庁は賛否両論あるものの、いろいろ IT 化事業をやってますけど、戦時中に設置された技術院は、資料が乏しく実態がつかめない感じです。じゃあ、アメリカやイギリスではどうだったの？イギリスでは、大戦前から膨大な資金と人材が投入されました。アメリカでも開戦後、イギリスからレーダー技術の供与を受け、マサチューセッツ工科大学でレーダー専門の研究所を設置して、官民学共同で研究が行われました。アメリカの資金や人材の投入は、凄まじいレベルでした。ほんなら、戦争が長引くほど科学技術的な差が顕著になっていったやろね。その科学技術の差が最悪の形で証明されたのが、1944年6月のマリアナ沖海戦でした。この戦いで日本軍は、空母9隻に加え戦艦ヤマトトムサシを投入し、海軍の命運をかけて戦いに臨みました。この作戦で指揮官を務めた小沢治三郎長官には、米艦隊に大打撃を与えるための秘策がありました。秘策？はい、それがアウトレンジ戦法でした。アウトレンジ戦法ってどんな戦法なん？アウトレンジ戦法とは、ゼロ戦の航続距離の長さを利用して、米空母の艦載機の航続距離外から一方的に攻撃する戦法でした。うん、なんか勝てそうな気がする。しかし、結果は大惨敗に終わりました。なんかそんな気もしてた。敗因は何やったん？これは、日本海軍の熟練パイロットの大半がすでに戦死しており、未熟なパイロットがほとんどだったことで、米空軍の迎撃機をうまくかわせなかったことや、ゼロ戦に爆弾を装着していたために機体の動きが鈍ったことなどが挙げられますが、アメリカ軍の電波技術の向上も敗因とされています。電波技術の向上？この頃には米海軍艦艇すべてにレーダーが備えられていました。しかも、ヤギアンテナを利用した、さらに高性能な対空レーダーや対艦レーダーの設置も進んでいました。したがって、日本艦隊の位置や、発艦した艦載機の高度まで、すべて正確に米艦隊に把握されていたのです。そして、万全の体制で待ち構えていた米軍の迎撃機が、ゼロ戦に襲いかかりました。それで、どうなったの？日本軍機は、一方的に撃墜され続けました。この時あまりにも、一方的に日本軍機が撃墜されたので、後に米軍からマリアナの七面鳥撃ちと揶揄されることになるほどでした。かろうじて撃墜を免れた日本軍機が目標の空母に到達しても、米軍の新兵器 VT 神艦を備えた砲弾による対空砲火が待ち構えていました。 VT 神艦？何それ？ VT 神艦はアメリカが開発した世界初の近接神艦で、別名マジックヒューズとも呼ばれています。そもそも近接神艦がわからんわ。近接神艦とは、砲弾が目標の物体に命中しなくても、物体と一定の距離に達すると起爆する神艦です。これ以前は、砲弾が目標物に命中せずに一定時間経つと起爆する自燃神艦が使われていましたが、自燃神艦は時間が来ると自動的に起爆するので、目標に与える損害は近接神艦より限定的であっただけでなく、タイマー設定の手間もありました。これに対して近接神艦は、砲弾の神艦自体から電波が発信され、砲弾の近くにある物体に反射して帰ってきた電波を近接神艦が検知して起爆する画期的な神艦でした。砲弾の神艦にレーダー技術を応用したわけか。発想がすごいわね。結果的にゼロ戦の防御力が貧弱なこともあり、至近距離で爆発する対空砲火によって空母に到達した攻撃隊は次々と撃墜されていきました。
そして日本艦隊も高性能レーダーで位置を把握され、空母15隻から発艦した米攻撃機によって大損害を受けました。日本海軍は空母3隻を失い、艦載機のほぼ全ての395機を喪失する壊滅的な敗北を喫しました。この結果、サイパンやテニアンがアメリカ軍に占領され、これらの島からの B-29 による絨毯爆撃によって、日本の大都市は焦土化していきました。でも、陸軍はレーダーを日本中に張り巡らしていたって言ってたよね。どうしてあんなに爆撃を受けたの？それは、物量に尽きるでしょうね。B-29 の延べ出撃数 33,401 機という数字が全てを物語っています。進出鬼没に大編隊を組んで飛来する B-29 に対して、日本側の迎撃機数も高射砲設置数も全く足りていませんでした。そもそも日本軍の迎撃機や高射砲は1万メートルを超える高さを飛行する B-29 に届かなかったって聞いたことあるんだけど。いえ、それは間違いです。陸軍は1万メートルを超える射程を持つ高射砲を投入していました。それに米軍は1万メートル超えの高高度爆撃はうまく目標に当たらず効果が乏しいため、夜間の低高度爆撃に切り替えていました。実際、太平洋戦争における B-29 の総損失機数は485機で、破損機数は2707機という、少なくない損失が出ています。この搭乗員の戦死者数3044名っていうのも、イメージしてたよりかなり多いね。そうなんですよ。つまり B-29 に全く歯が立たなかったというのは正確ではないってことだね。そうですね。ちなみに海軍のレーダーですが、ヤギアンテナを備えた比較的高性能な電端が1944年から海軍艦艇に設置され始め、1944年春以降は潜水艦の被害が著しく減少したという記録が残ってはいるものの、実際に性能が安定したのは終戦間近であり、全てが遅きに失したと言わざるを得ないでしょう。この後、広島と長崎に原爆が投下され終戦を迎えますが、戦後さらに衝撃の事実が発覚します。歴史散歩。1945年8月6日広島に、9日長崎に原爆が投下され、15日には終戦を迎えました。そして戦後、八木博士は衝撃的な事実を知らされます。何何？実は最悪なことに、その原爆にも八木アンテナが使用されていたんです。どういうこと？このアンテナは原爆が最も破壊力を発揮する高度で爆発するように取り付けられていました。このことを知った八木博士はひどくショックを受けました。しかし戦後、八木アンテナに転機が訪れます。テレビの本放送が開始され、その受信に八木アンテナが最も適していることが分かり、世界中で使われ始めたのです。博士自身も1951年に蘭綬褒章、1956年に文化勲章を受章されました。また、1952年に八木アンテナ株式会社社長に就任し、起業家としても活躍され、1953年には参議院議員選挙に当選し、議員を務められるなど、戦後も精力的に活躍されました。八木博士は、後進の育成にも積極的で、大阪帝大で八木博士の下で講師を務めていた湯川秀樹氏が、なかなか論文が発表できないことを知った激励し、これが中間子理論に関する論文で、日本人初のノーベル物理学賞を受賞することにつながったと言われています。君は阪大へ来てから、まだ論文を一つも書いてないね。一体何をやっているのかね。いや、阪大へ来てからどころじゃない。君は京大を卒業して以来、5年も経つのに、いまだに論文が一つもない。論文を書かない研究者は研究者じゃないよ。この八木博士の言葉に奮起した湯川秀樹氏は中間子理論を発表。1949年、見事に日本人初のノーベル物理学賞を受賞されました。このエピソードについて、後に湯川秀樹氏は次のように語っておられます。あの時、八木さんの雷があらへんかったな。わしは、あの論文を書いていたかどうか。八木博士は、八木アンテナが原爆に使われていたことや、戦争に対する自身の反省も踏まえて、戦後は一貫して科学の平和利用の重要性を提唱されました。そして博士は、戦後日本の平和と八木アンテナの世界的普及を見届け、1976年、昭和51年1月19日、安らかに息を引き取られました。
享年89歳でした。この日政府は、八木秀次博士の功績を称え、勲一等旭日大綬章の授与を発表しました。さて、今回の歴史散歩はどうだったでしょうか。ほんまにすごい人やったわ。知らなかったのが不思議なくらいやわ。ほんとノーベル賞ものの発明だよね。確かにそうですね。もっと評価されても良い方だと思います。さて皆さんはいかがだったでしょうか。面白かったという方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回の動画もぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。